えどうもこんにちは、えー、みずにゃんです本日の、えー「サブチャンネル」1本目の動画になるんですけれども昨日大阪市の方で、えー、大阪市、えー、廃止を決める大阪、えー、都構想の住民投票が行われましたで結果としては、えー、反対派の方が賛成よりも上回って否決という、えー、結果になりですねで大阪のですね、えー、松井さんであったり松井さんは 任期を終えたらまあ正解をですねまあ引退するというような、えー、結論を出したというお話でございます。でこの大阪都構想に関してはですね、えー、僕自身あんまりこうサブチャンネルの方でまあ解説をしたりとかですね話をしたりとかすることがなかったんですね。まあこれについてはなんでなのかっていうとあんまりねこう時間が取れなかったっていうのもあるんですけれども。 まあこの件に関してはですね、まあ、僕はどちらかというとですね反対派ではあったんでで、すよね。でまあ、これはねなんでね反対派なのかというと、まあ、僕は結構ですね維新の政治家の方の中にも、まあ、お知り合いの方とかってやっぱそれなりに、まあ、いたりとかするんですね。ただ、ちょっとでですね、僕の中では、うーん、なんなか、 大阪の維新が言っているこの二重行政というもののこの欺瞞さっていうのをなんとなくですね肌で感じているしでそもそもそう行政サービスっていうのはそういう効率化であったりとかそういうもので簡単に測っていいものなのかというような話だと思うんですね。でまあ、民間企業ととかかであればコストトカットをしたりとか で効率化を進めたりとかしてでより利益を出していかなければならない、まあ、そういう施策に、ね、転じるのは分かるんですけれども行政っっていいうのののはね僕たたちの生活でであったりとかかを守るものじゃないですかだから必要なところには2030のそういう手厚いサポートを入れるべきだしで必要がないところっていうのは。 まあ削減してもいいんじゃないかなと思うんです。けれども、この結局ね。こう必要じゃないっていうものが、じゃあコスト面で必要ないものなのかっていう話ですよ。だから行政サービスの中ではですね。お金にこう換算できないような価値も、ね、あったりとかまするわけですね。例えばだけど、文化財まあ、文化とか文化とか伝統とかそういうものをえ守。 えー、ものののっってていいいうのは価値にこう換算するのって難しいじゃないですか。で、あとは、まあ、医療であったりとかそういう保険の分野っていうのも価値算定するのって難しいと思うんですよね一概にね。で、まあ、コストの面だけを見ると、ね、じゃあコストパフォーマンスが合わないものはどん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 カットしていったりとかしてでより行政をスリム化したりとかするっていうのはね なんかちょっと違うんだろうなっていうふうに思っていて、まあ、僕自身はどちらかというと反対の姿勢をまあ示していたわけなんですけれども今回ですね大阪都構想の住民投票に関してはかなりですねえフラットな目線で見ていましたで今回の大阪都構想の住民投票の構図っていうのは大阪維新プラス公明 VS、えー、大阪自民立憲 ななななどなどなどみたたいな感じの構図だったんですよ、ね、で、まあ今回一番ですね住民投票のその秘訣これ大きく揺らいだ理由の一つとしてはやっぱりですね維新のプロモーションが失敗したんじゃないかなというふうにね思っています。 でまあ、大阪都構想のですね、えー、その選挙戦が行われている、まあ、投票戦が行われている、まあ、最中にいろんなことがありました毎日新聞の報道であったりとか大阪市が出した財務局が出した試算であったりとかそんなのがガン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 ですね連日報道されましたでプラスアルファやっぱりですねキーポイントになったのは公明党だと思っています で、今回ですね、えー、各局の情勢調査であったりとか出口調査とかを見てるとその公明党は党本部であったりとか大阪府連の方は賛成の方の、ねえー、立場を取っているにもかかわらず公明党のの支持層ってていうのは賛成反対が拮抗してるわけですよ。で、大阪の公明党って言ったらそれこそ公明党が一番こう最初にね 力を入れて勝利を勝ち取った選挙区なんですよねだから公明党にとっては大阪という場所ってかなりね重要視されている場所ですしで大阪の選挙に関しては公明党はかなり熱を入れて戦ってくるんですでそれなのにもかかわらず大阪市民のね公明党支持層の賛成反対が半々と いいううことってののはその公明党自身もこれはちょっとねまずいんじゃないのっていうような話だし、まあ、創価学会員、まあ、公明党の支持基盤である創価学会員の人たちも都構想賛成っていうのは自分たちの理念と反するからこれは賛成できないよねっていう、まあ、スタンスを取ったというような結果だと思います。だから公明票が結局 賛成の方にあまり、ねえー、もうそんなに予想以上にもう転がらなかったということがまあこれ一つのですね大きな範囲ではないかなと思います。で他にもですねやっぱり出口調査というよりは情勢調査で大きく動いた、まあ、その時期があったんですよね。これがまあ毎日新聞の報道そしてあとは大阪市の財務局の発表でこの2つで大きくですね、えーまあ、動いたわけです。 はい、でまあこれに関してはですねまあそのこの辺りまあその前たりまでは結構賛成の人たちが多かったんですよ情勢調査で。でこれはあちょっと大阪都合争をひょっとしたらこれは賛成派が勝つかもしれないねって。 いう,ふうになってたんですけれどもあの報道が出た後にこの情勢調査が非常に反対派が増えてきてでそれで拮抗するようになっちゃったとで最後は僅差で反対派がこう勝ったっていうような感じであってでまあ結局ねあの毎日新聞であったりとか大阪市財務局へのその対応っていうのが非常に、まあ、大阪市財政局なのかなの対応が まあなんかすごく維新としてはあまり良くなかったし市民に対していい感じで、えー、その反映しなかったっていうのは正直言ってあったと思う。でそういう部分においてやっぱりなんかそのね、えー、反対派の人たちっていうのは、まあ、街頭にこうガン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 こう出ていって連日いろんなところでこう街頭演説わってやっていっていろんな人たちにその反対派の意見を周知させていく戦略をとっていた。 で一方で、えー、維新としてはじゃあ何をやってきたのかっていうとすごくですねまあなんだろうあのー、まあ集会的な部分で,で人集めてでワー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 やってたみたいなところであって、まあ、今までその維新がこう得意としてたそういうタウンミーティングとかで徐々に自分たちの考えを浸透させていくっていう戦略が今回はあだになったのかなっていうような印象を受けました。 だから、まあ、今回のですね都構想に関しては別にこう反対派の戦略が上手かったというよりはどちらかというと賛成派を、ね、主導している維新の戦略が完全にポシャったっていうような見方がどうしても正しくてなんでだから別に反対派の意見が多数に受け入れられたわけじゃないぞと。で大阪自民とか、ね、それこそ立憲であったりとか、ね、すっごい。 反対派をね、共産党も主導していたけれどもでも君たちが別に支持をされていたわけではなくて大阪市っていうのは別にこうね変わらなくていいよと今のままでいいよっていう意見が大勢を占めていたこれが市民の思いだということなんです。でやっぱりねこれキーパーソンになったのっていうのはやっぱれいわ新選組のね山本太郎さんだと思ってます。で、山本太郎さん、ね、 まあ令和新選組ってそんなに政党支持率は高くないですけど山本太郎さんの強みっていうのは街頭に出ていけばたくさんの人を集められるでなおかつ令和新選組の出してる動画であったりとかあとライブ映像とかのそのクオリティっていうのはまあかなり高いですよ。でそういう部分でネットを使った空中戦略空中戦であったりとか。 あと街頭を行ってで人をたくさんその集めることによってで何にもその興味がなかった人たちが何でこんなところでたくさん人が集まってで山本太郎さんが熱のこもった演説をしてるんだろうっていう風に引きつけられていくんですよねそういう意味で賛成でも反対でもどっちでもないような人たち。 に対してアプローチをかけることができたいわゆるこう無党派層にもアプローチをかけることができたそういう面においてはやっぱり山本太郎さんの功績は今回でかかったんじゃないかなというふうに僕はですね分析しておりますはいだからまあなんで大阪都構想今回反対派が勝ったのかとでこれは既存政党の取り組みがうまくいったからじゃないぞという話でで結局反対派 としてて頑張っていた市民の人たちの行動力であったりとかその市民の人たちを、ね、頑張って動かす、ね、投票所に、ねえー、足を運んでもらうようなそのきっかけ作りがうまかっただけだぞとでそれが多分だからこんな言い方すると変なんだけど市民と市民の連帯がうまく今回いっ,かけいった結果反対派が勝ったよねっていうだけの話ではないかなと。 いいう,うに思っています。だから今回の大阪と豪雨相なぜ反対派が勝ったのかまず1つ目としては維新が墓穴を掘ったで、2つ目としては市民と市民の連帯がいい方向に作用していったということでございますということで、まあ、今回のですねなんか うーん大阪都構想の住民投票に関しては特にこうなんかどこの政党を支持しているか否かとかそういうなんかレベルの話とかではなくてもっとこう違う次元の話があったんだよということで、まあ、皆さん、ね、ご理解いいいたただけたらという,ふうに思っていますでこの大阪都構想の住民投票の結果が何かこう国政に影響出るかといったら国政に対する影響っていうのはそんなに意外とないんじゃないかなと。 いうふうに僕自身は考えていることもそう言させていただきたいなということでもしこの動画を見ていいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。以上みずにゃんでした